こんにちは、YMK です。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、こちらの iPad を購入して箱から取り出したらすぐに設定してほしい必須の設定を10個ご紹介します。この設定をするかしないかで、あなたの iPad の使いやすさがまるで違います。あなたが購入されたこの iPad は最も購入しやすい価格のモデルでも4万円ほどします。これだけ高価な iPad なので、うまく使いこなせなくて後悔するなんてことは絶対に避けたいですよね。でも安心してください。この基本の設定10選の動画と、以前投稿した iPad の操作入門の動画で、 iPad でいろんなアプリを活用する上で必要な基礎の部分は全て網羅しています。さらにこの動画では、 iPad を購入したばかりの方でも操作に迷わないように、実際にこの iPad の画面をご覧いただきながら、どのボタンを押したらいいかということまでガイドをつけて解説しています。また動画にはチャプターもつけていますので、繰り返し見たいところはチャプターをご活用いただければと思います。それでは早速いきましょう。iPad の必須設定の一つ目は AirDrop です。 AirDrop というのは iPad や iPhone、Mac といった Apple のデバイス間で写真や書類などのコンテンツを共有できる機能です。この Apple のデバイスには自分だけではなくて、近くにいる人たちの Apple のデバイスも含みます。例えば iPad のノートアプリでこのように犬の絵を非常にうまく描けたら、他の人に見てもらうために共有したくなるという経験が誰にでもあると思います。このように iPad で描いた可愛い犬の絵を iPhone に共有する場合、この四角から矢印が生えたマーク、これ共有マークって言うんですけど、この共有マークをタッチします。するとこの中に AirDrop というものがございますので、これを選択すると自分の持っているデバイスが表示されます。ここで共有したいデバイスをタッチすると、 iPad で描いた犬の絵を iPhone に共有することができました。 iPad や iPhone にはこの共有マークというボタンがいろんなアプリで使われているんですけど、このマークをタッチして AirDrop と表示されているものであれば、ほとんど何でも共有ができます。非常に便利な機能なので、これもぜひオンにして活用してみてください。それではここから設定の方法をご紹介します。 AirDrop は送信先と受信先のデバイスどちらでも同じ設定が必要になりますので、もし iPad と iPhone とデータのやり取りを行う場合は、この設定を iPad と iPhone どちらでも行ってください。まず歯車マークの設定のアプリを開きます。そしてその中にある一般を開きます。一般の中にAirDrop というものがあると思いますので、これをタッチします。すると AirDrop の設定メニューが開きますので、ここで連絡先のみ、もしくは全ての人を選択します。 AirDrop は自分の Apple のデバイスだけではなくて、近くにいる人のデバイスにも写真を共有できます。しかし人が多いところで AirDrop をすると、周りの人たちの iPhone とかがずらーっと並んでいるので、間違えて大切なファイルを他人に送ってしまう恐れがありますので、そこは十分ご注意ください。この連絡先のみ、全ての人のどちらかにチェックがついていたら、 AirDrop の設定は OK です。続いて2つ目の設定に行きます。続いて2つ目の設定がハンドオフの設定をオンです。ハンドオフは iPhone や iPad などを自分の持っているデバイス間で作業の進捗の状況やクリップボードを共有できるという機能です。例えば iPad のメモアプリで文章を書いていたのを途中で中断しても、 iPhone のメモアプリからその途中から作業を継続できるといった機能ですね。しかし僕が一番便利でよく使っているのがクリップボードの共有です。 iPhone とか PC で文字をコピーしたら、クリップボードというところに一時的に保管されるんですけど、ハンドオフをオンにしていたら、このクリップボードを共有できます。例えばiPad で描いた猫の絵を iPhone に共有するとします。その場合ですね、またこの猫の絵をこのようにコピーします。今 iPad でコピーができましたので、 iPad のクリップボードにこの猫の絵が保管されている状態です。そしてこのハンドオフをオンにしていると、この猫の絵が保管されているクリップボードを共有できるので、 iPhone でペーストをするとこのように猫の絵を iPhone のメモアプリに貼り付けることができました。このようにですね、デバイス間でクリップボードを共有できるので、iPhone でコピーしたものを iPad に移すとか、 iPad でコピーしたものをそれとも Mac に移すとか、そういう風に使えて、これは非常に便利だと思います。ここからハンドオフの設定方法をご紹介します。まず歯車マークの設定アプリを開いてください。そして先ほどと同じく一般を開きます。そしてこの中にある AirPlay とハンドオフというものを選択します。この中にあるハンドオフをオンに設定してください。設定はこれだけで OK です。一つはハンドオフをご利用いただく上での注意点です。ハンドオフは使用するデバイスすべてで同じ Apple ID でサインインしていることと、Bluetooth がオンになっていること、そして Wi-Fi がオンになっていること、そして今ご紹介したこのハンドオフがオンになっていることが必要です。もしも利用できない場合は、この設定をご覧いただければと思います。続いて3つ目の設定がキーボードをフリック入力に変更です。iPad のデフォルトのキーボードってこんな感じで大きくて、これだと正直使いづらいと思います。できることなら iPhone で慣れ親しんだフリック入力のキーボード
に変えたいなって思う方が多いんじゃないでしょうか。実はこれ大きいキーボードが表示されている状態で、キーボードをつまむように操作すると簡単に変更ができます。これに加えてさらに設定アプリからキーボードを使いやすくしていきましょう。この設定をしていただくと、このキーボードが日本語と英語、数字、絵文字しか表示されないので、どのキーボードに切り替えたとか、あのキーボードを使いたいのになかなか切り替えできないとか、そういう悩みが一切なくなります。まず設定アプリを開いていただいて、また同じく一般に入ります。この中のキーボードを選択します。さらに一番上のキーボードをタッチします。この設定ではキーボード入力する時の言語とかを選択できる画面になっています。ここで必要最低限のキーボードだけを選択すると、あのキーボードを使いたいのにどっか行ったとか、そういったキーボードの切り替えの手間が省けて非常におすすめです。ここの設定はあなたがどういう言語を使うかによって変わってくるんですけど、日本語を主に使われる方でしたら、この日本語カナ入力と絵文字だけで十分なんじゃないかなと思ってます。これだけあればこのように日本語の入力と、あと英語の入力、あと数字の入力と、あと絵文字の入力が簡単に使えますので非常におすすめです。 iPad でのテキスト入力が非常にやりやすくなりますので、この設定もぜひ試していただければと思います。続いて4つ目がジェスチャー機能のオンです。 Apple Pencil のジェスチャーというのは、左下の隅から中央に向けてスワイプすることでスクリーンショット、右下の隅からスワイプすることでクイックメモの立ち上げができます。これはデフォルトで確かオンになっていたと思うんですけど、すごく便利なのでぜひ活用してみてください。たまにスクショもクイックメモも使うつもりがないのに、同じような操作をしてしまって起動することがあるからオフにしたいという方もいらっしゃいます。そういう方は今から紹介する項目の設定からオンとオフを切り替えられます。まずこちらも設定アプリに入ってください。そしてまた同じく一般ですね。そしてこの中のジェスチャーというものをタッチします。その中にある左下隅スワイプや右下隅スワイプから割り当てる機能やオンとオフの設定が可能です。僕はどちらも便利なのでオンにして使ってるんですけど、もしも不要だという方がいらっしゃいましたら、ここからオフに変更してみてください。続いて5つ目がコントロールセンターのカスタマイズです。コントロールセンターというのは iPad の画面の右上から下にスワイプすると表示されるこの画面のことです。このコントロールセンターに表示しているこちらの下の項目なんですけど、これ実は自由に表示・非表示を切り替えたり、項目の順番の並び替えが可能です。コントロールセンターに表示させる機能も厳選して、より使いやすい iPad を作っていきましょう。設定方法なのですが、また同じく設定アプリに入っていただいて、その中の一般の下にあるコントロールセンターを開きます。そうするとこのような画面が表示されると思います。この上にある含まれているコントロールというところに表示されているものが、このコントロールセンターを表示した時に出ているこのコントロールセンターの中に表示されるメニューになっています。一方でこの含まれているコントロールの下にあるコントロールを追加というところは、このコントロールセンターには表示していないメニューになっています。なので必要な機能がございましたら、下のコントロールを追加から上の含まれているコントロールにどんどん移動していきましょう。追加の方法はとても簡単で、メニューの左横にあるプラスマークを押すだけです。今回はちょっと例として、一番下にある低電力モードのプラスを押してみます。するとこのように低電力モードが追加されて、コントロールセンターからも確認ができました。そして含まれているコントロールに入っているけど不要なものは、このメニューの左横にある進入禁止の道路標識みたいなマークを押して、右に出てきた削除を押します。このようにして使わないものもどんどん非表示にしていくといいと思います。ちなみになのですが、含まれているコントロールのメニューは左上から4個ずつ並んでいます。このようにですね、コントロールセンター上でのこのアイコンの並びを変更する場合は、メニューの右端にある3本線のマークをタッチしたまま上下に移動させます。特にアラーム、ストップウォッチ、タイマーはパッと見ではどれがタイマーなのかアラームなのかなかなか分かりにくいので、50音のアカ、サタ、ナの順番でアラーム、ストップウォッチ、タイマーと並べると迷いにくくておすすめです。では次、6個目の設定に行きます。6個目が新規アプリは自動的にアップライブラリへ追加をオンです。アップライブラリというのは最近 iPad でも使えるようになった機能で、ホーム画面とは別にアプリをしまっておける棚みたいなものだとご認識ください。通常は新しいアプリを App Store からダウンロードすると、そのアプリはホーム画面上に表示されます。アプリが少なければいいんですけど、このようにアプリが多くなってくるにつれて、使わないアプリもホーム画面に散乱して見栄えが悪いですし、必要な時に必要なアプリを見つけにくくて、作業効率もどうしても落ちてしまいます。そこでダウンロードしたアプリはホーム画面ではなくて、このアップライブラリへまず保存するのがおすすめです。そして本当によく使うアプリであれば、その時になって初めてアップライブラリからホーム画面の好きな位置に移動させるくらいで僕はいいんじゃないかなと思ってます。ちなみになのですが、アップライブラリに保存しているアプリであっても、検索することですぐにアプリを表示させることができますので、アップライブラリにあるからといってそのアプリにアクセスしづらいということは全くありません。それでは設定の方法をご紹介します。まず設定アプリを開いていただいて、その中にあるホーム画面とドックを選択します。
そうするとアップライブラリのみっていうものがあると思いますので、こちらにタッチをしてチェックをつけます。これで設定は完了です。この設定後、新しくダウンロードしたアプリは iPad の画面を一番右までスワイプした時に表示されるこのアップライブラリに保持されます。もしもよく使うアプリであれば、ここからアプリのアイコンを長押しして、ここに表示されるホーム画面に追加を押してホーム画面に移動させるといいと思います。7つ目の設定はシェイクで取り消しをオフです。これは何か作業中に間違えてしまった時に iPad を振るとコマンドプラス Z、 つまり取り消しが起動するという操作です。こういったコンパクトな iPad mini や iPhone ならまだしも、大きな iPad を振って取り消しをすることってないと思うんですよね。 iPad を振って取り消しを行いたいのであればそれでも全然いいとは思うんですけど、僕は iPad だったらアプリに備わっている取り消しボタンやキーボードのコマンドプラス Z を使った方がいいと思ってます。でこのシェイクは iPad が倒れてしまった時とかデスクに置いた時とかに誤動作することが結構多くて、なので画面サイズが大きい iPad であればシェイクで取り消しはオフでいいと思います。それではこちらも設定の方法をご紹介します。設定のアプリを開いていただいて、その中にあるアクセシビリティを選択します。さらにその中にあるタッチを選択します。するとその中にシェイクで取り消しというものがありますので、これをオフに設定してください。設定はこれで完了です。それでは8個目の設定に行きます。8個目の設定は Apple Pencil のみで描画をオンです。これを設定していないと、指でノートアプリとかメモ帳に触れてしまった時にペンツールが起動してしまって指でお絵かきができてしまいます。このように誤動作が頻発すると大変なストレスがたまりますので、基本的には Apple Pencil のみで手書きを行って、指では画面のスワイプや画面の操作を行った方が効率的に iPad の操作を行えると思います。それではこちらも設定方法をご紹介します。設定アプリに入っていただいて、その中にある Apple Pencil をタッチします。その中に Apple Pencil のみで描画という項目があるかと思いますので、こちらをオンに変更します。設定はこれで完了です。続いて9個目はクイックメモの最後のメモ再開をオフです。クイックメモは画面の右下から中央に向けてスワイプすると表示される、どんなアプリで作業している時でもあっても使える非常に便利なメモ帳の機能です。このメモ帳に手書きでメモをさっと書いたりテキストを入力できるという機能です。この最後のメモ再開をオフに設定していないと、クイックメモを立ち上げた時に常に既存のメモが立ち上がります。例えば作業中に何かアイデアが思い浮かんで、このようにイラストを書いて完了を押したとします。そしてまた数時間後に別のアイデアが思い浮かんでイラストに描きたいなと思ってクイックメモを立ち上げると、先ほどと全く同じクイックメモが立ち上がってしまいます。これを同じメモではなくて、立ち上げるたびに常に新しい真っさらのクイックメモで書き始められるという設定がメモの再開をオフです。この設定をすることでクイックメモがこのように大量に作成されることになるので、メモアプリのこのクイックメモのフォルダが多少散らかります。しかしメモアプリには手書きのメモであっても検索ができる機能がありますので、メモがたくさんあっても必要なメモを見つけ出すのは全然難しくはありません。常に新しいメモで書き始めたいという方には非常におすすめの設定です。それでは設定の方法をご紹介します。設定アプリに入っていただいて、その中のメモを選択します。メモの中に最後のクイックメモ再開という項目がありますので、これをオフに変更します。設定はこれだけで OK です。続いてラスト10個目の設定です。10個目はロック画面からメモにアクセスをオンです。この設定をオンにすると、画面がロックされている状態でも Apple Pencil で画面をタッチすれば即座にメモアプリが立ち上がって自由に手書きでメモができるという機能です。例えば電話がかかってきて、その内容をすぐにメモに書き留める必要があるときとか、手元に iPad があれば即座にメモを書き始めることができて非常に便利です。それではこちらも設定の方法をご紹介します。設定アプリを開いていただいて、また同じくメモに進みます。メモの一番最後の項目にロック画面からメモにアクセスという項目がありますので、こちらを選択します。するとオフ、常に新規メモを作成、最後のメモを再開というふうにありますので、ロック画面からメモにアクセスを使う場合は常に新規メモを作成か最後のメモを再開を選択してください。常に新規メモを作成か最後のメモを再開は先ほどのクイックメモと同じようにですね、ロック画面からメモを立ち上げた時に常に新しいメモで書き始めるのか、それとも最後のメモに追記するような形でメモを始めるのかといった違いです。設定お疲れ様でした。僕のおすすめの設定は以上となります。また近いうちに必須設定ではないんですけど、あなたの iPad をより便利に変えられるショートカットアプリを活用したおすすめの応用の設定をまとめてご紹介する予定です。そちらの動画も近いうちに投稿予定ですので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。また基本の設定の動画以外にも iPad を初めて購入された方向けに iPad の基本と操作とか、非常に便利なクイックメモを便利に扱う操作を網羅して解説している動画も投稿しています。こちらもぜひご覧いただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。書類や写真を、写真や書類など、あと今ご紹介したこの、その中にある左下し、